はい、皆さんこんにちは。レクミーライブオン YouTube、ブルーゾーンになっております。この時間は、JICA の角田様にお越しいただいております。本日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは、会社説明の方を始めさせていただきます。はい、それでは始めたいと思います。皆さんこんにちは、JICA 人事部の角田と申します。今日はよろしくお願いします。約20分という短い時間なのでちょっと駆け足になってしまうんですけれども、お付き合いいただければと思います。まず我々 JICA ですけれども、 JICA というのは通称で、正式名称は独立行政法人国際協力機構と言います。で、前半の独立行政法人というのは組織の形態なんですけれども、我々の民間企業ではなく、民間企業でもなければ完全な行政機関でもなく、半官半民のような組織なんですね。政府系機関とか公的機関とも言われるんですけれども、そういった特殊なちょっと立場であるというのをまず理解いただければと思います。で、後半の国際協力機構というところですけれども、国際協力をやっている組織で、仕事の相手は開発途上国なんですね。ですので、まず開発途上国について少し触れてみたいと思います。はい、このスライド真ん中に60億人という数字が出ていますけれども、これ何の数字か分かる方いらっしゃいますでしょうか。この60億人ですね、開発途上国に今住んでいると言われている人口の数なんですね。で、全世界の人口が約75億人と言われているので、その8割、全世界の人口の8割がまだ開発途上国に住んでいるということになります。で、そんな開発途上国ですけれども、いろんな課題を抱えていると言われています。このスライドでは事例いくつか示していますけれども、例えば貧困ですとか、それからインフラ不足、これ南アジア のある国の渋滞の写真ですけれども、交通インフラ、道路とか公共交通機関が十分に整備されていないと渋滞が起こって、で、渋滞が起こると人々の暮らしとか企業の経済活動とかに支障が出ている、こういった課題もあるんですよね。で、その下、気候変動ですけれども、これ洪水の写真ですけれども、こういった気候変動の影響を受けやすい国が開発途上国には多いと、十分な対策ができていない国が多いと言われています。で、その右ですね、保健医療の問題ですとか、で、その上に行くと教育の問題、これはアフリカの国の小学校の写真ですけれども、子どもがきちんとした環境で教育を受けられていない、もしくはそもそも学校にも通えていないという国がまだあったりとか、で、その上難民の問題、これ難民キャンプの写真ですけれども、かなり厳しい環境で生活を強いられている人がいたりとか、それからそれ以外だと水とか電力が十分に行き渡っていないとか、産業が十分に発達していないとか、ひいてはもう法律すら整備されていないとか、日本ではあまり今課題として認識されるようなことが少ないものが、今開発途上国にはまだ課題として残っているんですね。そういったものの多くは日本がすでに乗り越えてきた課題を解決してきたものだと言われています。そこで我々 JICA が出てくるんですけれども、我々 JICA はそういった開発途上国が抱えている課題に、開発途上国と一緒に向き合って、その課題がなぜ起こっているのか、課題の背景にある要因を一緒にこう分析する、で、その課題を解決するため、要因を解消するための解決策を、日本の経験とか日本のノウハウ、日本の技術というものを生かして、その解決策を考える、で、それを開発途上国と一緒に実行していく、実行するにあたっては JICA が人材面とか資金面でサポートしながら解決に一緒に取り組んでいくと、そんな仕事をしています。一言で言うと、開発途上国の国づくりに関わっている組織だと思っています。開発途上国が抱えている課題を解決しながら、国として一歩ずつ前に進んでいく、そのプロセスを支援していく、あくまで主体は開発途上国であって、我々はそれにこう伴走して一緒に取り組んでいくというようなイメージを持っていただくといいかなと思います。上に書いてある ODA 政府開発援助を通じたというところなんですけれども、国際協力、我々国際協力やってますけれども、国際協力やっている組織って日本にも他にもあると思います。で、そんな中で我々がやっている国際協力の大きな特徴は、我々がやっている国際協力は ODA と言われるもので、これは日本政府が日本の国民の皆さんから集めた税金を原資にして、政府として開発途上国にやっている国際協力、これは ODA なんですけれども、この ODA を日本政府から一元的に任されて実行する組織が JICA なんです。なので我々独立行政法人というすごく特殊な立場で、日本政府の仕事を代わりにというか一緒にやっていると。なので事業の予算も税金ですし、我々がいただいている給料も税金で仕事をしているということになります。そんな JICA という組織なんですけれども、これが JICA の事業全体像ですね。年間1兆円を超える事業規模、金額でいうとですね、を誇っていて、
年間1兆円を超える事業を約150の国地域に対して協力していると。つまり開発途上国がまだ世界に150あるということですね。で、あの地域、まあ、あの地域ごとに書いていますけれども、金額でいうとあの東南アジアとか南アジアとかアジアがやはり多いかなと。他方はあのアフリカとか中南米とか本当にいろんな地域に対してあの大小の協力をやっているというのが、まあ、JICA の特徴かなと。あの世界的に見てもあの事業規模とかあの事業 の, あのツールっていうのはあの、まあ、最大の国際協力の機関かなと思っています。それではここからあの少し JICA の協力の事例について、紹介したいと思います。2つほど紹介したいと思います。これはあのお金を貸した協力の事例ですね。JICA の協力のやり方っていろいろあるんですけれども、資金の協力っていうのがまずあります。資金の協力も 2種類あって、お金を貸す、相手国に対してお金を貸すっていう協力と、相手国に対してお金をあの贈与する、返済義務をあの求めずにお金をまあサポートするという2種類あるんですけれども、こちらはお金を貸した協力の事例ですね。タイの首都バンコクにあるスワナプーム国際空港、皆さんもあの使われたことあるかもしれないですけれども、あの空港はあの空港整備する、空港のインフラを整備するために必要なお金の一部を JICA があのタイ政府に対して貸して作られているんですね。タイが今ほどあの経済発展していないときに、タイの今後の経済成長を支える、それからタイを拠点としてあのアセアン地域の経済発展を支えるため の, あのインフラとして、またタイもあのその時は十分な資金がなかったので、あの JICA がタイ政府に対してお金を貸して、それで作られたインフラです。で、今もそのようにあの機能している空港だというふうに言われています。はい。で、2つ目の事例ですけれども、こちらはですね、あの人を通じたあの支援ですね。先ほどお金だったんですけれども、あの日本 の, あの専門家の人をあの開発途上国に派遣したりとか、開発途上国の人を日本に呼んだりして、あの技術とかノウハウを移転して協力をするというあの事例ですね。で、母子手帳ってあの日本ではまあ当たり前のように使われていますけれども、あれはあの日本が開発したものだと言われています。で、他の国ではそのお母さんの手帳と赤ちゃんの手帳とか別々に管理している国があの多かったんですけれども、日本はそれを一つにしてより管理しやすくするとともに、その母子手帳の中に育児書としての機能も持たせて、あのよりこう赤ちゃん の, あの成長をあの管理できるようなあの手帳にしていると。で、その母子手帳をあの導入したいという開発途上国があのすごくたくさんありまして、そういった国に対してその国それぞれの母子手帳の開発 と,、それをあの使って保険サービス、医療サービスを提供するための人材の育成というものをあのサポートしました。日本 の, その母子手帳とかあの病院関係者の方に専門家として現地に行っていただいて、それぞれの国で の, その母子手帳の普及、導入普及というものをサポートした、まあ、これによって開発途上国導入した国 に, においては、あのお母さんの死亡率とか赤ちゃんの死亡率というのがあの下がっているという実績もあの出ています。あの2つですけれども、まあ、事例の紹介とさせていただきます。我々の JICA の仕事なんですけれども、国際協力のプロデューサーだと言われています。あの我々が国際協力の事業をするにあたっては、本当にいろんな人たちを巻き込んであの実施していきます。で、その人たちをこうまとめていくようなあの仕事になるので、国際協力のプロデューサーと言われることが多いです。で、あの、まあ、いろんなステージで仕事をするんですけれども、それぞれのステージで常に JICA 職員と、この真ん中にあるあの途上国の政府、途上国の行政の人たちと一緒に、それぞれのステージで仕事をしていくということになります。具体的なあのステージを見ていくと、まず協力の戦略の策定というステージですけれども、これはあの今開発途上国も150国がありますけれども、それぞれの国で抱えている課題というのはあの違うんですよね。で、それぞれの国がどういった課題を抱えているのかというのをあの分析するとともに、その抱えている課題の中でどの分野により重点的に協力をするのがあのいいのかというのを、その国の政府とか行政の人たちと一緒に考えて、それを戦略としてまとめます。で、その戦略を作るにあたっては、日本の政府とか日本の外務省と相談をしながら戦略を作っていくということになります。で、その作った戦略に基づいて、それぞれの国で個別の案件、個別のプロジェクトというのを作っていくわけですけれども、そのプロジェクトを作るにあたっては、農業のプロジェクトであれば農林水産省とか、インフラのプロジェクトであれば国土交通省とか、あの教育のプロジェクトであれば文部科学省とか、日本でその分野に詳しいあの省庁とか団体に相談をしながら、どうやったらこう日本の強みを生かしたプロジェクト案件が作れるのかっていうのを考えながら案件形成をしていきます。その作ったプロジェクト案件を実際に開発途上国の現地であの動かしていくステージですけれども、一つ一つのプロジェクトを動かしていくのは JICA 職員でないことがほとんどなんです。
ですね。で、先ほどのタイの空港のプロジェクトでいうと、プロジェクト、空港を整備するのはゼネコンさんだったりとかするわけですし、簿記証券のプロジェクトがあれば、その技術、簿記証券を作ったり、技術を移転したり、人材育成したりするのは、日本でその医療分野、保険行政に関わっている人に専門家として行って、プロジェクトを動かしてもらうと。で、我々はそのプロジェクトにどういった人に行っていただくのがいいのかっていうのを考えて、で、実際プロジェクトをその人たちが動かしていくのを管理していく、うまく進むように管理していって、問題が起こったら JICA を代表して相手国の政府の人と話をして解決策を考えて軌道修正をしてプロジェクトが成功するように導いていく、そんな仕事をしています。で、プロジェクトが終わった段階では案件の評価というのをして、プロジェクトの成果が出たのかとか、課題は何が残っているのかというのをきちんとこう見極める。で、そのプロジェクトの教訓とかノウハウというのを次の協力の戦略の策定とか、もしくはその他の国でやろうとしている同じようなプロジェクトがあれば、それにこう反映させたりとか、そんなサイクルで仕事をしています。で、ここからの職員のキャリアパスということで、どんなキャリアを職員は歩むのかということについても簡単に紹介したいと思います。JICA 本部東京にあるんですけれども、 JICA 本部とそれからの海外96拠点あります。で、海外の事務所と国内にも15拠点あるんですけれども、この本部と海外事務所と国内拠点、国内機関をこう回っていくローテーションのようなキャリアになります。部署移動は2年から4年に1回あって、基本的には本部を中心とするので、本部を中心にこう海外に行ったり国内に行ったりするというような形に、基本的にほとんど総合職として入ってくるので、どの部署にも行く可能性があるというのが特徴かなと思っています。で、それから海外事務所への配属は必須です。だいたい10年働いたら3年ぐらいこの海外事務所で仕事をしているというふうにイメージしていただくのがいいかなと思います。これは人によって、多少の期間の差はあります。で、続いて、人材育成制度定価に入ったらどのようなスキルアップの機会があるのかということについても簡単に紹介したいと思います。1つ目、海外研修ですけれども、これ海外でのスキルアップの機会ですね。で、まず新人海外 OJT というのがあります。これは駐在とは別にですね、JICA に入ったら1年目の職員が全員ですね、海外で研修を受けるという機会があります。具体的には JICA の事務所がある国に3ヶ月ぐらい派遣されて、開発途上国が今どんな状況で JICA はどんなことをしているのかというのを実体験として学んでもらう、それをその後のその人の JICA 職員としてのキャリアに生かしてもらうということを目的に新人海外 OJT というのをやっています。なかなか1年目から帰って研修受けられる組織というのはないかなと思っています。その下の長期研修という、これは JICA でだいぶ働いた後、5年以上ですね、働いた後に自分はこの分野にもっと詳しくなりたい、この専門性をもっと高めたいというふうにそれぞれ思うようになるんですけれども、その機会として海外の大学院で学位を取ることをサポートしています。学費等をですね、サポートしているものですね。で、その下、国内研修ですけれども、これは国内でのスキルアップの機会です。いろんな研修を日本国内JICA の本部でもやっているので、それに参加したりですとか、あとは仕事をしながら日本国内の大学院に通って、学位を取るということもサポートしています。3つ目、他留試合というものですけれども、これは出向ですね。こちらは国際機関、世銀とか国連機関とか ADB とか、そういった国際機関への出向ですとか、それから民間企業への出向の機会もあります。中央省庁、地方自治体とか、本当さまざまなところに出向の機会がある。こういった多様なスキルアップをの機会を通じて、自分の思考に合った専門性とかキャリアアップというのが図れるかなとは思っています。はい、それを踏まえて私の自己紹介を簡単にさせていただきます。私は角田と申します。2007年に JICA 入校して14年目なので、もうかなり多分皆さんからしたらおじさんだと思います。2007年に入って、その海外 OJT1 年目の、海外での OJT は東南アジアのラオスというところでやって、その後配属沖縄、 JICA の国内拠点の一つで沖縄に行って、 ODA の広報事業ですとか青年海外協力隊 の募集選考とか、そういったものを担当しました。で、2010年からは JICA 本部に移動して、人間開発部というところで教育分野、基礎教育ですね、小学校中学校分野のプロジェクトの形成、学校を建てたりとか、例えば教科書を開発したりとか、そういったプロジェクトを経営するような仕事に関わって、2012年からラオス事務所に駐在しました。2年半ですね、ラオス事務所で教育分野、保健分野の仕事を担当して、2015年は日本に戻ってくるんですけれども、外務省に出向して日本政府としての ODA 国際協力についての政策を考えるような仕事に関わらせてもらっ
で、2017年からは、また JICA 本部に戻って、今度は東南アジア対応支部という地域を担当する部署で、インドネシア向け、マレーシア向けの JICA の事業全体の取りまとめの仕事をして、去年の9月、2019年の9月から人事部で採用担当しているというキャリアになります。で、JICA の強みですけれども、まとめのようなスライドなんですけれども、どんなものがあるかっていうのを5つご紹介したいと思います。1つ目、政策から現場までということで、JICA は日本政府を代表して回答状況で仕事ができるので、相手国の、トップの方々とか、行政の、中枢の方々と話をする機会があるんですけれども、それとともにやっぱりその現地で実際何が行われていて、どこでこう問題があるのかっていうのを住民の人たちから話を聞くという機会もあります。こういった本当に上流から下流まで全て の情報を踏まえて、仕事ができるっていうのが一つの特徴かなと思っています。その次、始めから終わり、その先までということで、プロジェクトを立ち上げて、プロジェクトを実施して、プロジェクトが終わる、そこまでもちろんそうですけれども、そのプロジェクトが終わった後の展開についての、回答状況に対するアドバイスとか、新しいプロジェクトを立ち上げるとか、やっぱりこう、かなり長いスパンで国際協力に関われるというのが特徴かなと思います。3つ目、公共セクターから支えるということで、我々の ODA、政府 の事業をやっているわけですけれども、やっぱり国際協力って民間ビジネスだけでは解決できないものもたくさんあるんですよね。教育とか保健医療とか、日本でも水道とかって、やっぱり行政がやっているものって、民間がそれをこうビジネスとして利益を得ることを前提として取り組むということがやっぱりできないものもあるんです。そういったものに利益にとらわれずに回答状況に行ってその課題解決に取り組むということができるというのが特徴かなと思っています。4つ目、全社を挙げて途上国と向き合うというところですけれども、回答上国で仕事をしている組織って他にもありますけれども、我々も開発途上国があるから存在しているような組織なんですよね。やっている仕事が全て回答上国につながっているというのが特徴かなと思います。最後、日本の知見を生かしてっていうところですけれども、国際協力をやっている組織って海外にもありますよね。国連機関とか他の国の援助機関とか、そういうことと大きく違うのは、あれは日本の機関なので、日本の経験とか日本の技術とか日本のリソースっていうものを生かした国際協力ができる。それができるのはやっぱり JICA ならではかなと思っています。はい、最後ちょっとインターン のご紹介ということで、JICA 2種類のインターンをやっておりまして、こちらのインターンが長期間のインターンです。実際こう JICA の、部署とか国内現地事務所、それから JICA のプロジェクトに配属されて、実際にこうそこで行われた仕事を体験するというものです。でちょっとコロナウイルスの影響で募集開始時期とかっていうのまだ未定なんですけれども、決まり次第ホームページでご案内するので、ご関心あれば見ていただければと思います。これは長期間の方ですね。こちら、これは短期間の方で、今年の12月から来年の2月に実施しようと思っているものなんですけれども、2日間のプログラムです。もう JICA が実際にご協力している一つの国を取り上げて、そこ の課題を分析して、そこで協力の戦略を作って、具体的なプロジェクトを考えるというのを2日間で凝縮してやるというものです。これかなりこう密に JICA の仕事が体験できる機会になるかなと思いますので、ご関心あればお願いできればなと思います。こちらの QR コードで、まだ募集開始してないんですけれども、ご関心あれば先にアクセスいただければなと思います。長くなりましたが以上です。ありがとうございました。